大学入試だったらね、もう絶対見直しするの忘れないでくださいね。TOEFLとかでもめちゃくちゃ大事です。Twitter のね、プロフィールとか見ててもぐちゃぐちゃですよね。めちゃくちゃイライラさせているっていうものになりますね。さあ、では始まりました。モチエチャンネル。さあ、今回はですね、ネイティブが選ぶ日本人のやる典型的な間違いっていうのをやってみたいと思いますね。私ずっとね、ネイティブとのティームティーチングやってきてるんですけども、そのネイティブが選んだベスト5を紹介したいと思いますね。で、そのうちの3つは彼をめちゃくちゃイライラさせているっていうものになりますね。で、まあ私そのエリック・ホラーと添削サービス始めましたので、英作文の添削になりますね。後ほど紹介しますが、まあ2020年はですね、ネイティブたちも仕事がすごく激減してしまったので、やっぱ英文のその添削で暮らしているっていうところがすごくあるんですね。でもすごく少なくなったので収入が激減してしまったっていう話を聞いて、夏ぐらいにプロジェクトを立ち上げて、さあいよいよリリースだっていう時に炎上しちゃってですね。では第1位は手術の1 Subject Verb Agreement と言われるやつですね。やっぱこれが圧倒的だと言っていました。まあ自分自身が添削する時もこれがナンバーワンですし、ネイティブが添削する時もやはりナンバーワン、最も間違いが多いのがこれだと言ってました。特に主語と動詞が離れている時に間違いが起こりやすい。だからこそ正語問題でも非常によく出てくるわけですよ。で、頭の中でこれが標準の形っていうもので残っているものが出てきやすいので、動詞の原型って S ついてない形じゃないですか。だから S を抜かしちゃう、やっぱ三人称単数の S を取っちゃうっていうのが最も多い間違いだって言ってましたね。 ね、 One of my brothers attend とかね、 One が主語なので One of my brothers attends にしないといけないわけじゃないですかっていうのが出たりとか、あとは One of my brothers have attended にしちゃうとかね、 has じゃなくて have の方が頭に残ってるわけですね。逆に are よりも is の方を見ることが多いので、主語が複数なのに is にしちゃうとかね、 The two of my brothers is attending いうふうにしちゃうわけですよ。これ複数なんで areじゃなきゃいけないわけじゃないですか。で、こういう間違いが多発してしまうと。で、手術の1、これやっぱりね、気をつけなきゃいけないわけですよ、絶対。続いて第2位ですね。第2位は加算名詞、不加算名詞です。もうこれはもう超品質の間違いですよね。まあ有名じゃないですか、正語問題とかでも。やっぱ不加算名詞のものにあとか S をつけちゃうとかね、 Progress ね、 Make a progress とかって言っちゃうとか、 Advice ね、 An advice とか Advices とかね、 An information informations とかってね、やってしまうわけですよね。あとは多いのはPublic Transportations とかね、これ言っても言っても治んないですね。ライティングの授業でしょっちゅう出てきます。 Public Transportations ね、不可算名詞ですので S つけないでください。 The trains、 buses っていう風に S がつくのに、こっちにはつかないから間違えちゃうわけですよ。で、逆もしかりで、加算名詞の方にあとか S をつけないっていうのもめちゃくちゃ多い間違いなわけですね。もうこれは本当にもう超品質。もう1位と2位だけで自分自身もバツつける回数めちゃめちゃ多いですからね。ウーマンとかでも忘れちゃいますからね。パーソンとかでも普通に忘れてきますよね。ウーマンイズスタンディングとかに書いてきますからね。やっぱりこの、まあ裸名詞と言われるね、あ、もうだ、もう S もついてない。これは絶対やらないように気をつけてください。大学入試だったらね、もう絶対見直しするの忘れないでくださいね。TOEFLとかでもめちゃくちゃ大事です。1位と2位を気をつけるだけでも間違いがすごく減るはずです。続いて第3位。第3位は文中の大文字。これもめちゃめちゃありますね。特にね、もう決まってるんですよ。I と T ですね。どういうことって言ったらですね、It、There とか This とか、こういうキャラクター。文頭に出てくることが多いキャラ。で、あとは He とか She、ね。こういうの。However、It ってもう大文字。However, if とかね。そういう形で出てくること。However, there is とかってね。本当に大文字で書いてあることがめちゃくちゃ多いです。これは直さないといけないですね。ぜひ直しましょう。これね、本当にね、ネイティブがね、採点してて、イライラするって言ってました。もうものすごい、なんでなんだ、なんで文の途中のあたり大文字なんだってなるって言ってました。続いて第4位。これもネイティブがめちゃめちゃイライラするやつなんですが、行頭にカンマが置かれるってね。行頭にカンマ置いちゃう人めちゃくちゃ多いですね。そもそもカンマの付け方自体めちゃくちゃじゃないですか。皆さん、ツイッターのね、プロフィールとか見ててもぐちゃぐちゃですよね。単語と単語の間に何のスペースもなくてカンマがついたりとか、単語があってスペースがあってカンマがあって単語があるとか、単語があってスペースがあってカンマがあってスペースがあってとかね、むちゃくちゃですよね。単語があってカンマがあってスペースがあって単語ですからね。その書き方忘れないでください、本当に。で、さらには行頭に全然普通に置いてくるんですよ、やっぱ手書きの場合ね。それ気をつけてください。いわゆる縦書きの、あの作文のやつだとやんないんですよ。作文のやつだとやんないんですけど、横書きだとね、ですか、句読点も一時に数えるってなってることが多いから、行頭でも四角の中に丸とか点打
ったりするんですよね。だからそれが原因なんじゃないかと思ってますね。はい、絶対にやらないでください。続いて第5位、第5位はやっぱ時制。1文目は過去形で書いてるので、もう2文目から現在形とかってめちゃくちゃ多いし、あとは仮定法ですね。これがまあ一番受験のね作文とかでも気をつけなきゃいけない。最初 if I were なんとかかんとか I would なんとかかんとかみたいな形で仮定法で書いてあるのに、2文目からもう仮定法じゃなくなっちゃうとかってね、これは本当によくある間違いなんで気をつけてください。この5つを気をつけるだけでも全然変わるはずです。では英文添削サービスどういったものなのか見ていきますね。 Morated English Writing っていう風になっておりますが、まずそうですね、重英作文と和文英訳がありますね。で、重英作文の5回の添削がついていて、それぞれ105以下なのか101語から205なのか、そして201語から300語、301語から400語以内という風にそれぞれ値段が変わってますね。まあ最初のうちはまあちっちゃくやっていくので、エリック・ホラーがチェックして、そのアドバイスも英語で書いてありますので、全然英語ができませんっていう人にちょっとおすすめできないという感じになります。で、ただ重英作文の中に課題文があって読まなきゃいけないとかっていうのがあったりとか、あとは図表ですね、 IELTS の場合だったら図表の読み取りなんていうのがあったりするので、でそういった場合 IELTS とか、あとは TOEFL のインテグレイテッドですね、リスニングとか読みが必要って場合にはまた別の手間がかかってしまうので、エリックになんで、それはちょっと別のオプションとして書いてあります。で、あとは受験生の場合にちょっと和文英訳っていうのもやってます。で、和文英訳はやっぱちょっと受験生の場合は高いと大変だろうなって思うので、ちょっと安めにできないかっていう感じにしました。だから5回分とかにしないで、もう1回1回で105以下でっていうことです。で、それもう105にいかないんであれば、大問1で3つとか問題がついてる時とかあるじゃないですか。そういうのでもいいっていう形にしてます。で、これも最初のうちは自分が動きますんで、エレキと僕が2人で見るっていう感じになります。で、注文してもらうと、添削依頼フォームっていうののリンクが貼られたメールが届くと思います。で、そこにお名前、別に何でもいいです、名前は。で、購入 E メールアドレスで、別に回答受信 E メールが違う場合はここに2個目書いてください。で、購入した商品で、もし受英作のオプションがある人とか、まあ複数注文した人ですね、3つまではここ書けるようになってます。で、注文 ID っていうのがありますんで、ベースの方から送られてくる注文 ID があるんで、そこを書いて、で、添削、私 TOEFL で使ってますとか、ビジネスでやってますとか、受験ですとかですね。さすがに翻訳ですとかは受け入れられませんので。で、ここに英文を貼っちゃってもいいですし、ファイルがあって、Word ファイルでとか、PDF ファイルでとか、写真でとかっていうのでいいと思います。それで、Eric が Apple Pencil で添削する形になると思いますね。で、400語を超えちゃうって人は、その100語以下のものを、まあ、プラスで、重英作文の105以下っていうのをね、プラスでしてもらえればいいんじゃないかなと思いますね。ちょっとやっぱりなんかいろいろ話を聞いたところ、やっぱりバラ売りは難しいということだったんで、5回セットになってます。で、なんとか和文英訳はちょっと、ね、子供たちちょっと受験生とか手が出なかったりするので、ちょっと和文英訳だけはなんとか安くしてもらった形になります。はい、ぜひ興味のある方は試してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.